はようございます。キュートハウスです。2023年、6月16日金曜日です。昨日の夜、遅く性別が確定しまして、それぞれ行き先が決まりました。まずこの子たちは瀬戸の一番ちゃんと、ラムの2番ちゃんですね。一緒にちょっと記念に撮っとこうと思って今入れました。女の子同士です。仲が良さそうで安心しました。よかったね。はい、続きまして、瀬戸の2番ちゃんの小豆とラムの1番ちゃんの柏です。両方とこの子ですね。こっち向いてるのが柏、はずころいしてるのがあずきです。あんちゃんちょっとこっち向いて。あずき、足は気になる。なかなか仲良しです。はい、ではでは。はい、続きまして、一緒にお迎えされる、瀬戸の5番ちゃんの青い足輪の004、女の子です。そしてキャンディーの2番ちゃんに緑の足輪006、女の子です。一緒に一緒に、関西の方にね行きます。兵庫だったかな。まんまるちゃんですねはい、ではでは。はい、こちらも一緒にお迎えしていただきます。ラムの3番ちゃん紫の足輪ですね。紫の足輪を左足にしております。一緒にお迎えなのは、ちょっと待ってくださいね。青の足輪を左にしている5番ちゃんです。一緒にお迎えですよ。あっち行くの。お姉ちゃんあっち行くんだってよ。ゆず、いいの？ちょっと撮影があるからゆずちゃん向こうでしよっかね。はい、お願いします。はいはい、紫の足輪の、ごめん、瀬戸ちゃんの3番くんです。はい、広島に、あ、違います。大阪に行きます。こっち向いて。こっち向いて。ボクチン、こっち向いて。ボクチン、こっち向いてこな。瀬戸ちゃんの3番くん大阪に行くことになりました。よろしくお願いします。はい、そして、足は左の、黒い足はね、007、ダムちゃんところの4番くんですね。4番くんカボスくんです。そしてこの小桜さんが一緒にカボスとお迎えされることになりました。うんち出た。カボちゃん何やっとんのここで。
俺は恥ずころをしてるな。かぼちゃん行っちゃったよ。はい、この子はキャンディーの一番ちゃん、男の子でした。以前お迎えされましたミロくんのところの弟くんとして、ミロくんのお家に行きます。まだねちょっとねちっちゃいのでねすぐテント入っちゃいますがママがちょっとお顔見たいと思うよ。よいしょよいしょ、おはようございます。はい、よろしくお願いします。あとご紹介してないのは瀬戸のごめん、瀬戸のよいしょ4番くんかな。あれいないいないいない、どこだどこだ、瀬戸の4番くん、あれ、はい、この子です。瀬戸の4番くんね、広島に行きます。もう行くのは来月と決まっております。ちょっとこっち向いてください。ちょっとこっち向いてください。はい男の子です。はい、向こう行きたいね。うろこちゃん性別が決まりましたのでご紹介をしました。はい、ちょっとね大きい子チーム、瀬戸の1番2番ちゃん、ラムの1番2番ちゃんはちょっともう動きがね違いますので、別ケージに入っております。はい、以上ありがとうございました。全話決まりました。よろしくお願いします。